でめっちゃ体痛い。体が痛すぎてちょっとやばい。こんばんは。筋肉痛です。洗濯物干し終わりました。洗濯物をさ、ショールーム始まる前にピーピーって鳴るつもりで洗濯機回したんですけど全然鳴らなくて全然鳴らなくて、ちょうど7時ちょっと前になっちゃって、今干してちょっと遅れちゃいました。はい、すいません。本当洗濯機買い替えないといけないんですけど。あ、ゆういちさん、たぶんありがとうございます。いつもありがとうございます。あれ、ゆういちさんと一個しか見れない。出てこなくなっちゃった。顔の雰囲気違うね。今日めっちゃむくんでるんですよ私。多分パンパンなんですね、ほっぺも。昨日コンサート終わって朝飛行機で帰ってきたんですけど、もう飛行機が本当にダメで、私パンパンです。目もパンパンだし。あ、やばいやばいやばい。ようさんさん、ようさんさん、あれあれれ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 、ようさん、たぶんありがとうございます。ありがとう。いつもゆういちさんがタワー2つだったんですね。ありがとうございます。本当にお気遣いなくありがとうございます。はぁ、もう昨日さ、コンサートお疲れ様でした。まずはお疲れ様でしたって違うか、ありがとうございました。コンサート、私コンサートの時ってね、多分人の倍は緊張してるんですね、本当は。毎回で食べ物がさ食べれなくなっちゃうの、その日だけね。本当その日だけなんですけど、で昨日コンサートの前、朝からさ朝コーヒー飲んで目覚まして、でその日お弁当とかいろいろ来てたんですけど、ま、お昼公演の前は何も食べれなくて、その日何も食べないとやっぱりしんどいんですね。でも食べると本当にちょっとおえってなっちゃうぐらい緊張しすぎて喉を通らなくなっちゃうから、ご飯が食べれなくて、で昼公演終わってちょっとシューマイ弁当のたけのこだけつまんで、でもちょっとやっぱり食べれなくって、その反動でコンサートが終わってからホテルに戻ってお弁当食べたんですけど、いっぱい食べたんですね、夜にお菓子とかお弁当とか。そしたら朝起きたら顔がすっごいパンパンになってて、あと昨日すっごいたくさんお水飲んだっていうのもあると思うんですけど、それでそのまま朝飛行機に乗って福岡帰ってきたら、今何時ですか、6時半になってるのに顔のむくみが取れないっていう地獄です。地獄見てます。なのでちょっと今日は皆さんが言う通り顔が違うかもしれません。はい、7時半、ホワイト公演当たった、ありがとうございます。
ね、幕張コンサート終わりまして、見てくださった皆さんありがとうございました。あ、そうそうそう、それで今朝寝坊しました。今朝8時ぐらいに起きちゃったんですね。そうで、10時ぐらい集合だったから全然まだ寝れると思って寝たら、電話がかかってきて、パッて、その前まですっごい悪夢見てて、悪夢の中で過呼吸になっちゃって、夢の中で、で息吸えないと思ったら電話かかってきて集合時間でした。私あんまり寝坊最近してなかったから、めっちゃ自分にショックでした。今日寝坊しちゃった。めっちゃ疲れてました、なぜか。はい、でそうそう、部屋を4分で出ましたね、大体。でも荷造りとかしてなかったので、キャリーに本当にテーブルの上にあるものすべてキャリーにポン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 ってわしづかみして入れて部屋出ました。はい、そんな感じで、そんな今日だったんですけど、昨日は幕張コンサートでしたね。はい、昼夜2公演ありました。来てくださった皆さんありがとうございました。なかなか、あら、タワー来てました。あー、もう私本当に見逃しちゃうんです。渡るさんタワーありがとうございます。何これ、ハロウィンなんだ。違う、ありがとうございます、あたるさん。私タワーほんと見逃しちゃうので、自己申告してください。すいません。何の話してたっけ。そう、幕張だったんですけど、ありがとうございました。なんだっけ、今何の話してたっけ。2公演だったんですね、来てくださってありがとうございました。それで何を落としたか分かんなくなっちゃった。そうそうそう、それでまずセットリストが HKT の曲だけだったじゃないですか。それもなかなかね、今まであんまりねないから、大きいコンサートツアーとかじゃなくて単発でやるのに、だから本当にラスト、本編ラスト前にも言いましたけど、なんか今の HKT を分かりやすいコンサートだったんじゃないかなと思いますね。皆さん楽しめたんでしょうかね。はい、なので今回のコンサートはそんなになんか全員カロリーがない、あんまりなかったけど、その分現地あんまりリハが前日とかにできなかったので、現地ではね、だから結構研究生とかは大変だったと思うんですけど、あとはそうですね、私は三匹にもやらせてもらって、あけないこの雪もさせてもらって、銃弾でセンターもやらせてもらって、緊張しすぎて本当にダメだったんですけどね、それは今の言い訳なんですけどね。あと741とかもさせてもらって、とってもシェカルシカもね、そうさせてもらって、
そう、結構私はだから緊張しちゃってたんですね、ずっと。中段の最初のダンス、みんなでこう踊っていくダンスはめっちゃ結構練習したんですね。本番もステージに出る直前までやってたんですけど、私上がっちゃうと本当にね、自分で分かってるのに、踊りながら分かるのに早撮り直せなくて、案の定本番も早くなっちゃって合わなくなっちゃって、もうパニックに陥りました本当に。中段のサビもなんですけど、はい、それは反省しました。煽りが点々緊張してた煽りヒロの下手くそでした。もう私煽り すると思ってなかったので、自分がすることになって、煽り私基本しないんでね、することないので一回だけ しましたね、シカラシカの前で。そんな感じでしたはい、そうさ、みんなすごいコメントしてくれてるけど、指原さんが可愛かったってツイートしてくれてましたね。嬉しかった。指原さん見に来てくださって、楽屋の前にずっといたんですけど、メンバーがすごいずっとお話みんなあーしてて、そう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 、私は終わってからちょっと会場の中で帰る時にお会いしたので、一瞬だけ一瞬だけお話しました。あ、イサムちゃんさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。みんな幕張のあれですかね。そう、可愛かったって言ってくださって、でも私は昨日は指原さんのカラコンつけてたので、コンサートつけてましたって言って、そう、緊張しちゃいました、私昨日本当に。はい、トロッコ確かに久しぶりですね、めちゃめちゃ。東京で前やった時以来かな。亀戸席もね、あったり。TGC 以来ですよね、トロッコ。亀戸席もあったりしてね、今回。私写真写り死ぬほどっていうか、あんまり良くないので、ちょっと亀戸席あんまり見れなかったというか、自信がなかった決める早すぎたトロッコ、一瞬で過ぎ去ったあれって早いんですかね。私トロッコ乗ったこと言うて TGC って2年前とか3年前ですか、その時に初めて乗ってるから、トロッコの速さが基準がわからないんですけど、みんながすごいトロッコめっちゃ速かったって言ってるから、速かったんですね。結構ヒロナも途中でガタンゴトンってなって、おっとっとってなっちゃった。控えマイラブユーではトロッコ乗ってないですね。私がトロッコ乗ったのはキスマチとかメロンとかですかね。控えめアイラブユーは本当は三人センターハルピさんのところだったんですけど、結局サビは研究生と一緒に踊る演出になって、みんなで控えめアイラブユーしました。早すぎて全然写真とかも撮れなかった
どうしても押してる人いちゃう確かにちょっとあるある。オープニングの新衣装の感想は、でもなんか今までにあんまりないですね、あの色合いと生地感。ちょっと秋らしくてなんか可愛らしかった。若干みんな違ってね、デザインが。はい、粉雪の紙吹雪でビビってました。あー、私たちもびっくりした、それ本番にあかりちゃんがめっちゃびっくりしたって言ってた。そうそう、そしてクラス替えもありまして、私はなんとチーム H になりました。キャー、あ、でも私あっけないの雪もびっくりしたけど、紙吹雪もびっくりしたけど、あの銃弾の火もめっちゃびっくりした。めっちゃ暑かった、あれ一番前、いや顔焼けるかと思ったもんそう、チーム H になりました。はい、小田とおいもちゃんと揃っちゃいましたね、同い年さんに。どうなるんですかね、これから。まあ2月から、2月からって、なんで2月からなんですかね、2月からっていうことで。公演とかもどうなるんだろう。私自分絶対警報だと思ってたんですね、あの時。だから呼ばれる前に私警報だ警報だって思ってて、なんかあのハリーポッターのさ、組分け帽みたいなさ感じ、わかります、組分け帽子、あれみたいな感じで私警報警報って思ってたんですよ。そうそうそう、そしたらさ H だったからびっくりしました。小田も同じこと思ってたらしいそうそうそう、なんか自分が H っていう感じがしなくて、私呼ばれる順番も何だったんですかね、あれなんかあるんですかね、私は全然ピンときてなかったから、なんだろうと思ってたけど。そう、ヒロナの H、 ヒロナのイニシャルと一緒、そうですね。はい、H の公演私出たことないですね、一回も。あ、そう、それで花さんがキャプテン、ぴったりじゃないですか、本当に。でもきっと大変なこともたくさんあるんだろうなと思うから、私は本当にチームも違うけど大変なこともあるだろうなと思うけど、花さんですよねって思いました。ふふ、あとは奈子さんの卒業の発表もありましたね。なんかね、そうですね、なんかいつかはね、そういうね、奈子さんもそういう時が来るんだろうなとは思いましたけど、
ちょうどクラス替えの後だったので、クラス替え発表されてたから、あれ違うんだってその時思ったんですけど、発表されちゃったからねえ。まあでも HKT に戻ってきてくださって、本当に個人のお仕事もドラマとかやったり本当に大変な中、福岡と東京をずっと行き来してさ、やってたから、ね、本当に尊敬ですよね。残り半年あるからね。でもメールにいろいろ書きましたけどね、そのコンサートの日の時のことのお話。はい、寂しいけれど、でも卒業は寂しいけれど、でもきっとなこさんはとっても可愛いし、とても器用に何でもこなされる方だからね、とっても大きな存在になっていくんだろうなと思って、一ファンとして将来楽しみですよね。寂しいですけど、あとは半年間一緒に活動できるので、その間にねしっかり、なんて言うんですか、時間を一緒に活動できる時間を大切にしたいですね。はい、そんな感じでしたかね、コンサートは。ちょっと待って、足がねずっとねつりそうで、昨日のお昼公演終わってから、いてて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 て、ちはい、はい、コメントに対してうなずいちゃった、はいはいって。もかちゃんそうずっと足つったって言ってましたね昨日。北海道のお友達もコンサート来てくれました、わざわざ北海道から昨日。しかも昼夜関係者席取ったんですけど、なんか夜は自分で当てたいって言って申し込んでたんですけど、めっちゃ遠かったらしいです結局。そうそう、ソロ公演も発表されて27日、ソロ公演ですね。私、みんな来ますかもう合否じゃないや、当落出てると思うんですけど、来られる方はよろしくお願いします。なんかもう1年やってないですか、私もしかして。怖すぎるんですけど、1年やってない公演をさ今一人でするってさ、もう恐怖でしか私はないんですけど、なんなら瀬戸利とかも変えたいんですけど、ちょっとそれは間に合わないと言われてしまったので、1月ぶりか。じゃあ1年も経ってなかったですね。
やばい、足がちょっと危ない、あ、やばいよ、回避、わ、なにこれかわいい、なにこれかわいい、今のそんな感じですかね。最近はなんか、最近私ショールームなんかのんびり喋っちゃう、なんか言ってやだな、もうちょっとテンション上げて喋りたいんですけど、今日は特に福岡から東京から帰ってきただけだったので、気持ち的にもコンサート終わってふーって感じでこんな感じのテンションになっちゃったって感じです。でも最近さ、ほんとずっとすっぴんでショールームしてたじゃないですか。ずっとじゃないけど、何もない日はすっぴんでショールームしちゃってて、なんかあれ YouTube に載せられるじゃないですか。もうそれさ、自分の名前検索して出てくるのがさ嫌すぎて、今日はちょっと眉毛描いてファンデーションしてリップ塗って、マスカラはしてないけどちょっと涙袋を描きました。はい、福岡コンサートのリハ始まってません、まだこれからですね、多分。私がショールームしてる時に、今日すっぴんで眉毛しか描いてないんですっていう時あるじゃないですか。そういう時は YouTube の、タイトルに雲上ひろなショールームすっぴんって書いといてください。っていうか、そういうのを載せてる人もさ、今見てるんですよね、多分。そういうことですよね、録画してるってこと？ふん。HKT のライブ楽しかった、よかったです。コンサートのセットにメンバーが案出すことあるんですか？ないです、わかんない、あ、わかんない、わかんない、ある人もいるんじゃないですか、わかんない。キャプテンとかはあるのかな、私全然わかんないです。じゃあこれからはみんなの質問に答えて終わろうと思います。私よく自分の良くないところ気づいた、だらだら1時間って決めて1時間経つまでショールームしちゃうんですね。そうじゃなくて、喋りたいことが終わったらショールーム終わってまた後日すればいいだけっていうことに気づいた。チケット取れたら福岡に遊びに行くよ、ありがとうございます、嬉しい。あ、銀水駅行ってきたよ、すごい、なんか風情ありましたよね、あそこの駅はね、とっても味のあるというか素敵な駅だった。 YouTube で、そうだ、 YouTube で向田理髪店のロケ地巡りをしてるのが大牟田市さんの YouTube の方に載ってるので、よかったら見てくださいはい、最近一人外食した？最近一人外食、ラーメンは行ったかな、うん、ラーメンくらいしか最近なんか行けなくなっちゃった恥ずかしくって、なんか調子いい時と調子悪い時あるかな、一人で外食行ける調子がいい人、そこまでちょっと勇気が出ない人あったりするかな。
大挨拶楽しかった、ありがとうございました。わあ早い、ちょっとしゃがんでやろうかな。今日はスタバ行きました。空港でお芋ちゃんに誘われて行きました。で本当にマジで本当に本当にスタバ控えます。私なんでかっていうと、スタバにすごい課金してるから、異常に本当にやめます。毎日毎日通うのが癖になっちゃってるんですね。頑張った時だけにしようって思いました。今日だから、今日は頑張ったから、コンサート頑張ったから飲んじゃったって感じです。ホワイトモカってさ、なんか他にないじゃないですか、他のお店に。インスタントとかもないし、ホワイトモカってスタバにしかないからさ、飲みたくなっちゃうんですね。あ、富田さんにね、舞台挨拶で振っていただいたのは、あれは本当に優しさです。富田さんのあんな本当一瞬のあのシーン、私の一瞬のさシーンじゃないですか、あれって。なのにさ、わざわざ多分私が舞台挨拶に来てるから、ああやってお話振ってくださって、優しすぎて、本当に優し、裏なんか打ち合わせの時にもとっても優しくて、はい。であの時喋ろうと思ったんですけど、あの撮影の時もずっと可愛いよとか言ってくださってて、とっても優しかったです。はい、何時だ？大牟田市の甘辛団子美味しかったね。美味しかったですね。お団子なんか、なんて言うんだろう、あれ手作り感あるお団子の味がして美味しかった。秋限定のスタバ飲んでない、ホワイトモカ飲んでるんです毎日私。8時です。あー、私さ今日さまださご飯食べてないのね。飛行機降りて帰ってきてから、あの家片付けて荷物をほどいて、でメール結構30分ぐらい打ってて、あの片付けして、あの差し入れのお菓子食べてたんですよ朝から。朝からスタバとお菓子とトマトジュースっていう最悪な生活してるので、ちょっとそろそろご飯食べたいと思います。今日はほんとダラダラしてただけだから、別にお腹も空いてなかったんですけどね。そうでしょ、帰って寝なかったのが偉いって。私いつも寝ちゃうからね、帰ってきたら。今日頑張って寝ないでさ、あのツイッターにあげる昨日のコンサートの写真をいっぱいね選んでた、ずっと。今日のちょっと自分褒めたいなと思いました。から寝坊したこと以外は。ということで、ちょっとランキング読ませていただきます。何このポーズ、ダサすぎた今。ランキング読みます。13位シュさん、ありがとうございます。12位マサレオさん、ありがとうございます。11位アツオちゃんさん、ありがとうございます。10位古川雄一さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます皆さん。9位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。6位イサムちゃんさん、ありがとうございます。
5位ようさんさん、ありがとうございます。4位わたるさん、ありがとうございます。3位山内斉藤さん、ありがとうございます。2位せなっちさん、ありがとうございます。1位、ゆういちさん、ありがとうございます。ショール、やっぱカメラインカメってさ、顔がさ離れたりすると、近くに行ったりすると顔が変わるよね。私でもめっちゃ近づいちゃうんですよね、こうやって。7、8位飛ばした？嘘本当だ。8位、タオルさん、ありがとうございます。ごめんね、なんで飛ばしちゃったんだろう。目がちょっと起きてないんですね今日やっぱり。7位、黒猫さん、ありがとうございます。大変失礼いたしました。よし、本当に皆さん改めて、幕張のコンサート足を運んでくださった皆さん、大変ありがとうございました。みんなが楽しかったらいいなと思いますしさ、ますしさとね、本当に喋れない、どうしたらいいの。最近ショールーム本当に喋れない、ダメ。みんなが楽しんでくださってたら嬉しいですし、本当に今卒業控えてる先輩方メンバーもたくさんいて、マロキセも本格的にこうやってコンサートとかに最初から参加して、周年もねこれから一緒に迎えるっていうことで、チーム替えもして新 HKT になっていくんじゃないかなって思うので、本当に支えてくださったら嬉しいです。皆さん支えてくださったら嬉しいですし、皆さんが支えて、これからも支えてくださり続けられるように、日本語が本当にやばい、これからも支えてくださるように、私も明日からまた頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ということでちょっとご飯食べてきます。私さ声やばいで、声変なんですよね、ずっと。喉やっちゃってから、この前衣装さんとかに昨日声どうしたって言われちゃって、自分であんまり意識してないけど声が変って言われました。早く直します。これ声変わりでさ、声変わりじゃないけどさ、声変わりみたいな感じでさ、ずっと治んなかったらどうしようって今ドキドキしてるんですけど毎日。はい、そんな感じでまたショールームするので見てね。ありがとうございました。バイバーイ。